ごめんなさい。あ、ごめんなさい、1個抜けました。ここまで上にスポッと抜けたじゃないですか、はい、お尻を聞こえねえってでしたら左手で頭押して、ちょっと今日はこれがいいかな。この手もちょっと手間なんですけど、うん、遠回りするといいかな。今北川さんが胸の上にいるんで、ね、ちょっともう一回でもらっていいですか。右手はここだとキックスパンも考えないんじゃないかなと思うので、うん、手で押して体力なくて上にちょっと向けていく、うん、ダメでした。して弱っ。そうあれですか、まあうんうん、まあ、こんな簡単にはねいかないんだけど、うん、こういう理屈だってことは覚えておいて。わかりました。ここ目指す固く守るとちょっとつまんないスパンになるかなと思って、うん、と思ってたんだけど、そういうレベルじゃなかったな。何しても。そしたら左手顔の前に持っていくじゃないですか。左手の上に自分の右手から押します。これからこっちの方が多分強い。左足から。さあ、両手で聞こえねえよ。いい場合もあるんですけど、両手をまとめた方がいい場合も、そう、自分の手なんだけど他人のものだとして使った方がいい場合もある。こうやって押してあげる。こうだと片手と頭なんで首強いやつなんで。まだ消してないけど。はい。はい、終了。1分ラスト1分はい、ラスト40アラスンジュープアラスジュープあ、トモさん